皆様ご紹介に預かりました、自然電力磯野と申します。今日は、あの貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。<laughs> 今日、あの、ここまで、えー、ちょっと朝ですね、日比谷のミッドタウンで、あの、ちょっと公演があって。そこから、今、あの、また自転車で、こちらに来たんですけれども、まあ、本当に、あの、今日朝。 すごい、あのーまあ、今の時間ちょっと暑いんですけど朝すごい青空が多くてすがすがしい日だなと思いましたで、あのー、本当に私がやってることは、まあ、こういった状況をどうやって未来に残すかということが、えー、私たちの会社のパーパスです、えー、英語だとですね「We Take Action for the Planet」って言ってまして、えー、青い地球のためにどうやってアクションをしていくか まあ、そういったあーそれをおー存在意義として、えー、具体的な方法としては自然エネルギー100%の世界をを、まあ、共に作るとといいうことを掲げています、えー、私自身はですね小さい頃長野県の山の中で生まれて小学校中学校はで、ね、ロサンゼルスに住んで、まあ、海の目の前で生活して本当にあの自然が好きな、まあ、子供だった。 そして23歳の時まあ今日も学生の方いらっしゃると思いますが大学4年生の時に世界中旅をしてえ本当にあの世界価値観が変わりました世界には本当に大きな問題がたくさんあるとまあ自分はまあアメリカと日本に住んだ経験ありましたけどもまあ世界には190か国以上別の国があってそこには大きな問題がたくさんあるとまあそういったことをビジネスで解決できないかと。 いうことをまあ思ってまあ就職したんですけれどもまあなかなかそんな仕事にすぐ就くことはまあできませんでした。そしてまあそんな中ですね僕が二十八歳、さっきの世界一周の旅は二十三歳、そして二十八歳の時にロングとソロバンにじゃ出会いましておのを責めて人を責めるなという一つのまあフレーズがまあ本当に僕の人生を変えたと思います。自分自身は本当にあの。 人のせいにしないという理解をしましてまあなんか社会が悪いからとか会社が悪いから、まあ、そういったことを言っててもしょうがないということに気づいてですねそしてそしてその3ヶ月を6月に自然電力を立ち上げて今は原発1基分以上1.4基分の再生管理発電所を国内外で作っていてそして 社員仲間も200人を超えて世界では今6か国ぐらいです、ね、の事業に発展することができました、まあ、ただあの最近のニュースでも話題になってますけれども,もう気候変動の問題環境問題はです、ね、全く良くなっていなくて世界今78億人そして100億人の人口に向かってますけれども今は地球が何個あっても足りない状態です。 こういった中で、えー、我々が何ができるかそれが今人類の未来のために選択を迫られているかなというふうに思います。はい、で私たちはその一番大きな影響のあるエネルギーに取り組んでいるわけであります。ただあのエネルギーは非常に大きい話で、まあ、自分たちが明日から何をすればいいかというのはなかなか えまあ難しいかなというふうにまあ思うんですけれどもあの重要なことはですねえー目の前の選択皆さん一応今日本は民主主義ななのででいろんな選択ができると思いますえ日々ここに来ることも選択ができるし会社を選ぶ選択そして目の前のえ何ですかね何を自動販売機で買うかまあ全て選択ができます。 まあそういった一つ一つのやっぱり選択、えー、ことを知ってそれを何を選ぶかということがまあ非常に重要なんじゃないかなと思います。例えばまあ僕もできることからやってるんですけれどもそのエネルギーのことを以外はですね、えー、例えば今日朝も一緒だったんですけどあの僕はパタゴニアの、えー、こう T シャツとジーンズ両方オーガニックの、えーえー、服まああまり服に無頓着なのでもう全部パタゴニアなんですけど、えー、まあそういう選択をしてたりとかあと ちょうど、えー、とこのこれ,名刺入れ、まあ、これも非常に親しい仲間のボーダレスジャパンという会社があって彼らがバングラデシュの貧困問題を解決するために、えー、作った会社が、まあ、作っている名刺入れそしてこの名刺,の入れ名刺もですね LIMEX という木を使わないああの紙を使わない名刺石からできた名刺これを全社に導入しています。 まあそういった一つ一つあの選ぶことがまあできるんじゃないかなと思います。あとはちなみに電気はですねもちろん自分たちの電気使ってまして、えー、僕ら我々が作った発電所を一部の電気を使って電気を家庭に供給してるんですけれどもそれを使っていただくと一年間で千本のあ百本の木を植えただけの効果があります。まあこうやってあの皆さん日々いろんなものを選べると思うので、えー、なな何を 選ぶかそして、えー、今日ここにいらっしゃる皆さんはですねその志を共にできる仲間だと、まあ、信じて僕は今日ここでお話しさせていただいてますが、えー、今,日今日から選べることたくさんあると思いますので、えー、未来に向けた、えーまあ、選択そしてアクションを、えー、進めていければいいなと思ってまます今日は貴重な機会いいただきましてありがとうございます。